江戸時代に歌われた有名な3つの神社、江戸三森。社名に森の字が入る霊験あらたかな3つの神社を紹介します。玉の輿、宝くじ当選、必勝祈願、技芸上達。秋葉原駅から徒歩3分、神社を象徴する柳が並ぶエリア。今回紹介する3つの神社をそれぞれ紹介した動画は概要欄に貼っておくので、詳しく知りたい人は見てみてください。柳森神社本殿。長禄2年、太田道灌によって江戸城の鬼門除けとして創建。万治2年、江戸城築堤の際、対岸にあたる現在地に柳と共に移転。この神社には特徴的な神様、日本の固有種タヌキを祀る社殿も鎮座。妊娠しているおタヌキ様のお姿、祀られている本体を模した姿、小さな祠、田を抜くおタヌキ様を祀る。五代将軍徳川綱吉の母となった女性で、玉の輿の語源となった八百屋の娘、お玉こと継承院。彼女が江戸城内で祀っていた神様、勝負事や立身出世、金運向上にご利益。二つ目の神社、杉の森神社。江戸時代の名所として描かれた境内の様子。杉の木立が茂り立つ森の中に祠があった。柳森神社から徒歩17分、杉の森神社社殿。100年前、大正11年の本に掲載された当社の様子。1000年前、藤原秀里が朝廷に命じられ、平将門を追討せんと当社に戦勝を祈願。願望成就の後、白銀の狐像を奉納。こちらは宝くじ当選のパワースポット。日本で唯一の富塚がある。江戸時代の、とみくじが大盛況だった神社。三つ目の神社、から洲森神社の江戸時代の祭りの様子。新橋駅西口広場 SL 広場から徒歩1分。現代的な社殿。由来は杉の森神社と同じ、弓の名手藤原秀里が平将門の乱を鎮める祈願のお礼で創立した神社。松林にカラスが多く集まって巣をかけていたため、カラスの森と呼ばれた地。100年前の当社の様子。都心でも清水が流れる手水や、今はビルに囲まれた繁華街に立つ聖域。御朱印が美しいことでも有名。都会に生き続ける3つの聖域。